毎日のようにテレビに出演する人気タレント。当然インドネシア語はペラペラ。この日ジャカルタ市内での日本映画のイベントに登場するというので行ってみると、多くの地元メディアに囲まれる中川の姿が。インドネシアの人口は2億5000万人以上、日本よりも1億3000万人ほど多い。彼女はファンと気さくにコミュニケーションを取る。ツイッターで直接やり取りすることもあり、フォロワー数が激増。ツイッターで影響力がある世界の女性ランキングで2年連続第7位になった。世界7位ってすごくないですか？そうですね、でもなんか全然実感なさすぎて、なんか7位って言われてもって感じです。気になる現在の収入は？収入は増えてると思いますよ。普通の芸能人と同じぐらいだと思います。軽自動車新車買えちゃいます。1ヶ月ですか？いくらするんですか、軽自動車の新車って？150万。あ、そんなもらってないです。月にもやりますけど、そんなもらってないと思いますよ。そういう時もある？すごい聞いてる。 CM に出た時とかはもらってますね、広告に。インドネシアの物価は日本のおよそ5分の1。趣味貯金なんで、貯金通帳を見るのが楽しいです。堅実派、中川にこんな質問。日本に帰るつもりってあります？完全に帰国っていう形はまだないと思います。だって今から日本帰っても仕事ないし。彼氏がこっちにいるから帰れないとか？あ、全然違います。でも私早くも結婚したいです。結婚したら専業主婦がいいのでやめます。撮影終了かと思いきや、なぜか丸山さんにメッセージ。ジャカルタにぜひジャニーズの皆さんを連れて来た方が私はすごくいいと思うし、今はもうアジアの時代なので、ぜひ頼っていただいて構いませんので。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいな。女子は来ないでください。なんで？女子に行ったら困るから。当分日本に帰ってこないようです。訳あって東京に